パカパサラマンテダンナレットちゃんです。今日はラマダンバザール in TTDI に来ました。早速喉が渇いたのでフルーツジュースから見ていきたいと思います。私フルーツが好きなんでフルーツを潰したゴロゴロしたジュースを飲みたいと思います。こちらのドラゴンフルーツジュースを飲んでいきたいと思います。ドラゴンフルーツのつぶつぶがもうすごい甘いってイメージだったんですけど、なんかフルーツの甘みで酸味は全くなくて、ドラゴンフルーツの食べた時の優しい感じの甘みが甘みの飲み物です。サンリンギット日本円で約90円で、美味しいです。ありがとう。ありがとう。初めて見ました。つまようじみたいのが両サイドに刺さってて、あ、赤い。スパイシーなんですかね。ちょっと食べてみたいと思います。結構これホカホカしてて、どうやって食べるんですかね。まあ、とりあえずかぶりついていきたいと思います。食べ方はちょっとなんか慣れてないんでもたもたしちゃうんですけど、では食べていきたいと思います。すっごく美味しくて、最初甘いんですけど甘辛くて、甘辛い感じが魚の旨味を引き出してるお味ですね。私これ結構好きで、スルメみたいな、日本でいう魚のすり身のお菓子みたいな感じで、すっごく美味しいです。またぜひ皆さんにもトライしていただきたいです。赤いんですけど全然辛くないですし、うま辛いっていう感じです。買ってからすぐに食レポしてるんですけど、今1時を超えてからいろんなお店が閉まり始めたりラストオーダーをし始めて、見てください、この人通りも少なくなってきましたし、お店の明かりも少なくなってきて、あとお店の在庫自体がなくなっているところ多いので、今一旦買ってまた後で食レポしたいと思うので、ぜひ皆さん TTDI のラマダンバザールに来る際は5時ぐらいに来て 1,2 時間楽しんで、7時にはもうここ自体終わってるんで、それに間に合うように来たらいいと思います。なんと雨が降ってきて食べる場所に困ってたら、こちらサテを買ったお店の方がこの屋根の下を貸してくれて、で椅子もわざわざ出してくれたんですね。でバナナもこれ食べてってくれたんです。本当になんか優しいなって思って感動してます。バザールに店員さんと会話する中でマレーシアの人たちの優しさを感じることができると思うので、私もすごく今日一日いろんな人の優しさを感じることができました。で雨が降ってくる前に買った食べ物を今から食べていきたいと思います。マンゴージュースから飲んでいきたいと思います。甘いんですけどその中に酸味があって、私喉渇いてもう一個買っちゃいました。嬉しい。The complete. Complete. Yes. The complete. Really? Very nice. Oh, the complete. いただきました。ありがとうございます。パンで？スープ。ありがとうございます。Very nice. プリンみたい。食べてみます。クリーミー、ナイス。おいしいです。甘くてココナッツの甘みを感じられるスイーツなので、ぜひ皆さんもマレーシアに来たらトライしてみてほしいと思います。私こちらプリンみたいでとっても大好きです。ありがとうございます。サテをトライしていきたいと思います。すっごく美味しいです。甘くてスパイシーなサテで、この味がしっかり染み込んでいて、鶏肉に炭で焼かれててすごく香ばしくて、これ本来はピーナッツソースを
かけて食べるのがマレーシア流のサテだそうで、売り切れということでサテ単品だったんですけど、またトライするいいきっかけだと思うので次の動画でやっていきたいと思います。こちらのチャークイチャオを食べていきたいと思います。チャークイチャオ、チャークイチャオ、わー美味しそう。エビとか卵ともやしと米粉の麺、ミーが入ってるみたいです。あと魚のすり身、フィッシュケーキも入ってるみたいです。じゃあ食べていきたいと思います。うん、もちもちで香ばしくて、野菜のシャキシャキした感じも感じることができて、この米粉のもちもちを感じることができて、すごく美味しいです。あのパンケーキのようなもの、なんか鉄板の上でパタパタパタって作られてて、すごく美味しそうで食べてみたいと思います。何が入ってるんですかね。うん、うん、中に甘い何かかやですかねとナッツが入ってて、で生地はすっごくもちもちで弾力があってすっごく美味しいです。で外も甘くてもちもちで、どら焼き、日本のどら焼きみたいな感じで、私はすっごくこれ好きです。うん、美味しいです。席を用意してくれたり、バナナをくれたり、あのスイーツをくれた方々とお話もできて、本当に今日はマレーシアの優しさが分かりました。ありがとうございます。